次のモンスター行ってみようか。次は誰だ。次はレイヤーか。リオレイヤー激闘するらしい。でもナルガの装備が揃っているから何も怖くない。あれ、ナルガってティガとかレウスとかと同等の強さだと思ってたのに、レイヤークラスに格下げされてるのか。弱いからしょうがないな。レイヤーと同等にされるってかわいそうだな。昔はティガとかレウスとかと同等クラスだったのに、こうやって下克上の世界が違うな。勝手に落ちていっただけだな。勝手にナルガが落ちただけで下克上されたわけじゃない。ロドブランゴとかとも同じか。どういうことだ。ナルガがまさか大名ザザミと同じレベルと。あ、懐かしいな。これ P2 の時だったっけ。ここで壁はめというか段差はめをしてたな。できないのか。この辺にある段差に乗ってひたすら弓で打つだけの簡単なお勝負してた。ピュンピュン打つだけで当たらない。たまに当たるんだよな。レイヤー来たー。降りてきただけ。どこだ。今回スラークなんだ。当たらない。回避性のないから避けれない。回避性のないから避けれない。おっ、ガスーン。危ない。痛い。全然効かない。乗った乗った。やっぱり強い。おえー、今回はスラークなんだよな。スラークのエリアルはなかなか強い。尻尾尻尾尻尾キャンと。まず尻尾がたまに羽に当たってる気がする。破壊王がついてないから全然消えない。消えろ消えろ。もういいや。次は頭かな。お、弾かれる。黄色で弾かれる。黄色で弾かれるのは辛いぞ。いって。お、つらいな。昔スラークどうやって使ってたかな。よっしゃー、いい感じで押してくれた。尻尾切れてしまい。そのまま尻尾切れろ。尻尾切れろ。尻尾果たしてくるとは無理です。回生の位置がないと避けれないんです。お、そのまま押してしまえ。危な、当たるところだった。お、切れた。尻尾かっこいい。なんか知らんけどかっこいい切れ方したぞ。じゃあこんなやつを無視しといて、落とし物だけ拾っとかない。落とし物どこあった。俺じゃないな。よし、落とし物拾っとかないとな。激輪かもしれないからな。尻尾は別に取らなくてもよかった。トゲだ。まあいい。うわー、あっちあっつい。でもナルガの装備だから。ナルガ非弱点だってな。とうズバン。そろそろもう一回2回目が乗れるんじゃないか。あ、乗れた。いやいや強い強い。昔の虫棒みたいに総中根か。総中根並みに乗れるぞ。次はじゃあ頭を壊そうかな。頭をシャキンシャキン。うわ、血がぶしゃぶしゃ出てる。うわ、壊れた壊れた。よいしょ。もう移動していった。なんて速さだ。移動するんだったらペイントボール投げないと。どっちか分からない。多分こっちだろ、やっぱり。4番でボールはしょぼい。カチッとな。さらにトイレ、やめて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 。よし、そうだ、砥石高速化ついてるんだ。素晴らしいな。頑張ってドスマッカを借りまくったわ。ドスマッカを2匹クエを1回いっただけだけど。それ引きよ引きよ、それ引きよ。あれ剣モードになってるな。この後の解放技がやり方わからん。何が壊れた？おっ、突っ込んできてる。もう一丁いけ。叩き落とせ。よし、落ちた。この後のやってもうた。くくる。すげえ、避けながら切った。お、下に落ちた。なんで下に降りた？スネープと、やばい、危なかった。とあれ、踏んだだけなのに拾うんだということは、お供が何かしたんかな。横に避けろ。切り上げ切り上げ。羽硬い。痛い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 。ドストン。これ前歩きがなくなってるんだよな、エリアルは。ジャンプの後に属性解放好きをどうやってするかが分からない。下に降りたぞ。こっち3番か。砥石をどんどん使うな。と恐竜ちゃんが逃げてきた。食われるって逃げてきた。大丈夫、俺がレイヤーを食ってやるから。ちょっと止まれよ。すっ、当たるな。よっしゃ。やっぱまた乗ってしまった。か。羽、左の羽が壊れてないな。じゃあ左の羽を壊すか。あんまり壊しても意味ないけど、左の羽を壊そう。わあ、こっちだな。ほっ、あ、もう壊れた。これでめった打ちにして壊そうと思ってた。そして威力がなくなる。とかもう弱ったんですか。待て、乗れなかった。縮小。あかん、すぐに黄色になるから、すぐ弾かれる。どこだ？多分いつも通りならこっちだろ。いつも通りって昔の記憶だけど。あれ、ここ経由で5番じゃなかったっけ？9番にいたのか、直で。9番じゃない、5番。来ないだと。もしかして別の場所になった。お前の寝床ここだろ。どこに行った？マジか。そういう時は気球がいねえ。そう、9番経由の5番か。あれ、落ちそうだ。間違えた。そう、ちゃんと見とくべきだった。6番とか行ってないかな。行ってるわけないな。明らかに9番10番経由の5番だったか。いるわけない。そうだ、ここほっとこう。円盤石がある。円盤石もレアじゃないからな。逆にピッケル代がもったいないぐらいだ。でもよし、来た来た。もう寝る予定だったんだろ。もういいだ。耐性能がないと避けれない。こういう時むしろいいな。この後どうあるんだろう。この後 A とかででもやっぱり属性解放好きがわからん。いた、当たってもた。当たる気さらさらなかったのに当たってもた。わからんな、やっぱり。どうやってするんだ。あかんあかん、これそれサマソ当たる。サマソ当たる。いやー死ぬかと思う。毒消えないぞ、全然毒消えないぞ。死んでしまうぞ。レイヤーごときに回復薬を使うのか。前歩きは一応できるのか。マジでどんだけ強いんだよこいつ。毒全然消えなかったぞ。どうやってやるんだろう。後で属性解放好きのやり方見とこう。確かレイヤーの武器があったな、そういえば。強化しよう。トゲ。この状態から飛んで、きっとエリアルだから飛んでからじゃないと発動できないんだろうな。よっ、そういうことか。分かった。2回目のズバをしたらいけないのか。飛び切りしてからの、間違えた。そもそも瓶が溜まってない。まあ属性解放好きなんてしないんだけどね。上下運動だけで十分さ。上下運動な。ズバズバと上下運動するだけでだいぶ強いから。やった、いっぱい鱗いっぱいに、さらに翼膜に甲羅もある。サブ報酬最高じゃないか君たち。どっからかケルビンの角を持ってきてるし。16になった。ミクヨンとスネークよくやってるよ。まだ何も起きないか。まあそりゃそうだろうな。次のモンスターなんかな。